皆さんこんにちは、日本初のソーシャルメディア広告会社、株式会社ソルト代表取締役社長の、島誠司と申します。よろしくお願いいたします。3月から、タイムライン化、 Facebook ページもタイムライン化になって、今個人ページも、どんどんタイムライン化されていますけれども、今までの集客のやり方とかそういったことが今度ガラッと変わります。一番大事なのはやっぱりウォールですね。全ての人がウォールがトップページになりますので、ウォールに何が書くか、どういったことが書いてあるか、そういったことが何より大切になります。それと同時に、ビジネスをやられる場合、ウォールとあと自分の例えばブログであるとかウェブページとどういった連携をしていくか、どういったスムーズにつなげていくか、今ソーシャルメディア最適化なんて言い方をしますけれども、その技術、こちらもすごく大事になります。繰り返しますと、ウォールの、書き方、そしてウォールと、ご自分のブログだったりウェブページとの連携ですね。この2つについて、今度の合宿、4月20日の合宿でも、詳しく、述べていきたいと思いますので、どうぞ楽しみにしてください。